私の前の車にその水曜どうでしょうってこうステッカー貼ってる人いるんですよ。絶対ぶつけたくないなと思いました人気俳優の大泉洋さんと川口春奈さんがドライブの思い出を告白。大泉さんのトークに川口さんが爆笑です。大泉洋さんと川口春奈さんがガソリンスタンドエネオスの新 CM に登場しました。でもその後最高でした。おお、それは常連だ。さっぱりしましたね。やっと洗いました。まあ、とてもあのこう元気な爽やかな明るい店員さんのイメージでしたから、まあ、そこは気をつけて。あんまり私にあの元気で明るいイメージないんですけど。そんなことないですよ。頑張りました私2日間撮影させていただいたんですけどあのなんかこの2人の関係性といいますか、すごくなんか可愛らしい ね、 そうですね、会話もしたりとかほっこりするようなあのシチュエーションが多かったり、すごいなんか楽しかったです。はい、完成した CM がこちらです。いらっしゃいませ。さっき喫茶店で初めていつものですねって言われたんです。おお、そりゃ常連だ。いやいやいや、常連だなんて。でもですね、出てきたのはラテでした。いいですね、ラテ。いつも紅茶なのに。紅茶でしたか。でもそのラテ最高でした。よかった。あ、エネオス行かなきゃ。今度からラテにします車ラテ色ですもんね。 CM にちなみ2人がドライブの思い出を明かしてくれました。私は18になった瞬間にその免許取って、うん、とにかく車が欲しい、車を運転したいという思いで、その18の取ってすぐはそれこそなんか湘南の方とか海の方とか、地元がすごいあの田舎なんで、海沿いだとかをなんか母とかあの姉とかを乗せて、特に目的地もなく、なんか行くみたいなのはすごい覚えてますね。楽しかったですね。はい、私もあのよくですね、私の前の車にその水曜どうでしょうってこうステッカー貼ってる人いるんですよ。いらっしゃいますね。うん、で水曜どうでしょうっていうステッカーだけならいいんだけど、あの番組いろんなステッカー売ってるんですよ。うん、でただただなんかその番組で出たテロップを文字にしてシールにしてるんですよ。うんうんうん、その中で大泉さん激突ってシールあるんですよ。大泉さん激突って書いてあるんですね。それを貼ってる人がいたんです。絶対ぶつけたくないなと思いました。大泉洋さんと川口春奈さんがエネオスの新 CM に登場。大泉さんのドライブの思い出トークに川口さんが爆笑。テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。